でそれが例えばテレビとか劇場でなんかこう自分が笑いを取れた時にその外に行けるというか、まあ平凡な言い方になってしまうんですけど、あの退屈な日常を破壊してくれる、それが僕の、それが僕の、それが僕の、こういうことですよね。笑いってそうです、そうです、そうです、あのこういう意外性というか、今この一瞬で僕日常の外に出れたわけじゃないですか。はい。